このお時間はこれからのクリエイティブフォトグラフィーと題しましてゲッティ・イメージズ・ジャパン株式会社小林正明様にご講演いただきますそれでは小林様よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは えー、ちょうどあのランチが終わってあのこの照明とこう居心地よさでふーっと眠くなっちゃうようなそんな <laughs> 空気なんですけれどもあの45分間、えー、これからお話しさせていただきますなるべくあの皆さんを飽きさせないように、えー、うまいお話ができればなとそんなふうに考えてますどうぞよろしくお願いしますえっ、ー、とまずあの簡単にあのゲッティイメージズって一体何なのっていう話と、えー、その中で私が になっている役割というのが一体何なのかまあ、簡単な自己紹介をお話ししたいと思っていまい、えー、まあ最近あのテレビを見ているとまあ、ニューススポーツなんかで、えー、写真提供ゲットイメージズ、まあ、そういうクレジットをご覧になっていると思うんですけれども、えー、シアトルに本社があってオンラインで画像動画音楽、えー、これを世界百数十カ国に ライセンスしていいいるという、まあ、そういうそ会社です、ね、えー、言語が16の言語日本語英語ドイツ語フランス語中国語、えー、いろんなその言語で、えー、グローバルカンパニーとして、えー、写真をライセンスしてで私のミッションとしては、えー、日本在住のそのクリエイターの方々、えー、まあ主に私は写真家フォトグラファー カメラマンいろんな呼び方がありますけれども写真を撮ってらっしゃる方それからやはり動画を撮ってらっしゃる方、えー、その作品を預かってこのオンラインのプラットフォームで世界中でライセンス販売をしている、まあ、そういう制作の一翼を担っていると、えー、そういう役割をしています。今日お話ししすする内容としててつののセクションを分けてます、えー、広告ビジュアルの潮流、えー まあ、この,あのゲッティのこのプラットフォームの中にいると、まあ、世界中のいろんな文化の中でその製品サービスを訴求するためにごく一般の方々にそのビジュアルを提供しています。で、まあ、ゲッティの立ち位置から、えー、最近そういう,こう広告のビジュアルの中でどういう潮流があるのか、まあ、そういう,こう見え方をお話しします。であの まあ皆さんもご存知のように広告というのはあの社会現象と非常にこうシンクロしますんでちょっとその辺は写真というものそのテクノロジー的なその写真をどういうふうにするのかっていうのか何をどう撮るのっていうまあちょっと大枠のお話もさせていただきたいと思いますで二番目はまあ弊社が行っている動画写真のそのクラウドソーシングの実例三番目ポスト二千十五に向けてっていうんですけどもまあ これはの先にまあ2015年以降の広告の写真がどうなっていくのかなってまあそういう,こうえイマジネーションえまあ方向性なんかをつかみ取っていただければとそんなふうに思ってます。さて上の3つこれがあの写真としてのゲティが今あの見つけているトレンドだと思ってます。番目このグリッチ 何て,て言うんですかねノイズっていうんでしょうかあの壊れた美しさっていうんでしょうかまあ不協和音っていうんでしょうかねあの電流なんかがこうジジッっとこと流れるみたいなそういう,こうイメージですそういう写真ですね。それから2番目はその視点ポイント・オブ・ビューこれがまあ非常に今どん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 ユニークに変わってきている。 で3番目スーパーセンサリー超感覚っていうんですけども、まあ、私たちもう日頃朝起きてから夜寝るまで非常にそのビジュアルの中で時間をこう過ごすことが多いでもその広告としてはより何かを触れられるとかやっぱりこう味わえるとか聞けるそのより感覚に直に訴求するようなビジュアルが求められるんじゃないか。じゃあそれをどういうふうに写真にしようの そういうようなお話、えー。下はですね、えー、非常にあの社会的なそのトレンド、女性の対等っていうのが一番目立きます、えー。数日前あの日本のメディアが、あの日本というその国の社会が、えー、男女格差がどういうそのランキングにあるのかっていうのを発表しました。えー、世界で14位だというふうに言われています。まあ賃金格差それからその企業の経営なのか政治参加なのか、まあそういう指標でもって。 いいろんな国々のの男女比っててうのを発表してるんです、ね、まあこの辺は非常にあのゲティは US、えー、北米が本社の会社なんで、まあ、ある意味非常にこう US 色が強いそういう、まあ、テーマなのかもしれないです。えー、2番目は、えー、身体ボディですね。えーまあ、ゲティの,そのプロダクツの中で、えー、ライセンスが非常によく出るのっていうのはやはり人物なんです。 そのの人物の体って一体どういうことどういういふうにゲティは考えてるのそういうのは2番目ですね。それから新しいシニア像、まあ、これは日本がもう向かっている高齢化社会もう今すでにそうですね、まあ、ゲティのマーケットのほとんどその西側の中で起きているそのシニアってどういう写真に見えるのかなそういうのをまあ僕たちはどん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 新しいものを作っていきたい。 えー、さてじゃあそういうその細かいところを言いますとねグリッチ「不協和音」ってまあ私勝手にあのあの本当に意訳をしたんですけどもあの広告のみならずその写真の美というものの中にあの壊れた美しさっていうそういうその最低義っていうのがあると思うんです。 えーまあ、例えばなんですけども広告写真、まあ、非常にファインアートともこう行き来したりする分野だと思うんですけどね、えーまあ、西暦2000年にあのイギリスのターナー賞という,もう国民的なその美術の賞で、えー、初めて写真がターナーナ賞賞を受ししました、えー、作家はウォルフガン・ティルマンズという作家なんですけどティルマンズの写真の中にも非常にそのグリッチ的ななんかノイズもしくは。 不協和音。そういう作風がいっぱい見られると思います。で、ここでご覧になっているのは。ファッションですね。ファッションの中には。この写真を良しとするっていう、まあ、そういうこう、再定義みたいな、そういうこう勢いがあると思うんですよ。で。じゃ、あ日本の中で一体何があるのかなって、ちょっとこう、いろいろ。探してみたんですけれども。えー、昨年の。東京アートディレクターズクラブアワード。 アニュアルですね。この分厚い一冊の中で、A.D. が長いさんですね。えー、まあこういう写真を見つけたんです。えー、まあこれをグリッチっていうのはちょっと、うん、暴力的なのかもしれないです。もうちょっと私の目にしてみると非常にこうクラフト感がありますね。あの仕込んで作っているそのその手作り感っていうのがあります。で、これがまあ。 昨年の東京アートディレクターズクラブアワードアニュアルのその、えー、と表四っていうんですかね裏オシだったりそういうところで使われていたビジュアルア、えー、これは実際そのゲティのサイトの中にあるそのグリッチを表すような写真です、えー、まあどう見てもこれはフランシス・ベーコンのなんか絵画からこうインスピレーションを受けたみたいなそんなようなこう写真ですね このピクセレーションというのはそれを逆にその再定義してこの意味ある広告になるんじゃないかと上ではもう全然前のシャボンにピンが来て向こうにこうなんかファンタジーの中に子どもがいるようなこれ私あのゲティに来て今11年目なんですけども昔やはり5年前でもゲティこれを受け付けなかったかもしれないです。 まあこれだけもうブローンアウトしてるみたいなまあそういうこうズレですよねえこれは都会の中のやはりそういうえシュールなその瞬間っていうのを収めた日本の方ですね三浦慎さんこの写真を見て私が思うのはちょっとアナログ的な色使いなんですよね。 明らかにこれってあのちょっとインスタグラムっとぽいいようなそういうなそう色に見えます。だからインスタグラムの写真ってなんか撮ってみると非常にこう生っぽい写真なんだけどもそれを逆にそのエフェクトでもってノスタルジックな写真に変えることもできるしやはりちょっとずれた美的な写真に変えることもできる。 まあ以上がそのグリッチ、まあ、非常にあのまだまだいろんなグリッチがあるんですけれどもあの代表的なものをポンポンポンとお見せしてみました2番目がそのポイント・オブ・ビューですねこれ香港の空論上で撮ったっていうふうに聞いてるんですけれどもこのポイント・オブ・ビューっていうことをしゃべるにあたってこの GoPro っていうのがあるんですけどねあの、まあ、多分この会場にも動画をあの扱ってらっしゃる方はいらっしゃると思うんですけども。 えー、このビビオの中に入ってるこの30秒のクリップ、えー、これはあの GoPro の CM なんですね。で昨年の、えー、アメリカのスーパーボールもう国民的なお祭りのハーフタイムで流れて何十何百万とんでもないそのビューがあったこのテレビ CM なんです。 要するに、この、やはり機材の進化。っていうのは、もう、これも。こういうものが。もう。すぐ手に入るっていう、まあ、そういうところにいるんだな。まあ、実際、あの、ゲッティでも、ゴープロを使って。今、一番流行ってるのは、あの、オクトコプターってやつですね。ラジコンの、あの、ヘリに乗っけて。やっぱり、見たことがないです。例えば、このラジコンのヘリが、ここ、をバーって飛んでいく。皆さんの足元のクローズアップが、バーって取れる。まあ。 ドリーでも取れるのかもしれない、クレーンでも取れるのかもしれない。まあ、それが自然の中に入ると、また全然違って見えますし。まあ、だから、非常にその、やはり新しい視点っていうのを、まあ、機材はいろいろこう。作っているんじゃないか、そんなふうに考えています。まあ、これはゲティの中にある、この視点っていう意味で。ユニークな、いくつかの例ですね。この辺は、まあ、日本の作家の方々が取っていらっしゃる。 えー、グリッチポイントオブビュー、えー、それに続いて3番目が超感覚っていう、まあ、そういう、うん、その写真のテーマです、えー。先ほどちらっとお話ししたんですけれどもあ、まあ、実際その例えばこ子育ての時にその子どもがそのスクリーンの中でその枯葉が飛んでくるそのシーンを見るのと実際その現場でその枯葉が飛んでいるか 体で風を感じる、その葉っぱを手で触る。その食感っていうのは、やっぱり全然違うものなんです。だから、ある意味、そのデジタライズしていることの。バックラッシュって、まあ、こう。引き波みたいな、そういう意味で、やっぱり、その。感覚っていうものは。今、非常に、その。ブランドは求めている写真だと思うんですね。この。 パンの合間からこうずるっと落ちる。この黄身の食感です。とかこう感覚です。とか。このキスの子の時の、このひげのざわざわっとしたざわつき感です。とかで、私はあの非常にあの怠け者のアートディレクターなんです。で、フォトグラファーの方、100人のフォトグラファーに今超感覚なんですよね。お話しすると100人の方の役割。 って広い世界があるんですね小林さんゲッティ超感覚自分だったらこういうことを写真にするけどどう思うそういう,こう、えー、インタラクティブな話し合いをしながらだん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 その新作が取れていく、えー、2番目にお話しするのがこのやはり社会的なそのトレンドですね、えー、ここからちょっとやはり非常に US 色があのアメリカの色が強いっていうのをあのお話し の中で感じるかもしれません、えー、女性というその検索のキーワードっていうのはこのどこの言語でも非常にその,トップサーチの絶えず上位のうにありますゆえにやはりあのゲティはもう絶えず絶えず新しい今の時代の嘘偽りのないなんかステレオタイプな良妻賢母のそれだけじゃない本当のリアルな女性の写真っていうのが欲しいんですよね。で 例えばここにあるまあここであのゲティのプラットフォームが出てくるんですけどもえアメリカにあるあ NPO 団体でリーンインっていう NPO 団体がありまして女性の,その社会支援をしているえと今そのリーンインを作った創始者っていうのは Facebook の COO をやってるシェリル・サンドバーグさんっていう人なんですけどもでここの中にあるそのシェリル・サンドバーグさんが率いるリーンインとゲティがコラボレーションをして。 じゃあ今までに見たことがないステレオタイプじゃない女性の写真って一体どういうことなんだろうねっていうのをキュレーションしてこのリンンンインコレクションっってていうのを作ってますえまあどうしてもそのフォトグラファーの数あの欧米が多いんで日本も頑張ってはいるんですがどうしてもこうやってサムネイルビューで出てくるとまあ非常にこうこの辺でアジアンの女性が出てきましたね。 でじゃあ,あ COJP ゲッティのサイトの中であの今の普通の等身大の女性ってどういうふうに見えるのかなっていうのを、まあ、いくつかピックアップしてみました。このなんていうのかなあ,のあんまりスタイライズしてセットアップしてあの撮るというよりもどちらかというとちょっとスナップショッピーなそういうようなフィールで撮っています。 あとやはり「イクメン」っていう言葉はこの数年のこと日本の言葉ですよね「マタハラ」なんていう言葉もやはり最近マスコミで出てきましたやはり女性のやはり安定した社会それをまあゲティは応援している2番目の,その社会的なトレンドの中に「身体2.0」っていうのがあります えー、よく私あの ad としてあの撮影してモデルになってください。ってこう。皆さんに言うといやモデルってステレオタイプなこう考え方ではこうキャットウォークあるかのモデルだと思ってるんですよね。違うんです。本当にブランドが必要としているのはリアルなそのありのままの。そういうあのボディだと思うんです。でもまあ、そこをちょっと矛盾するんですけどね。 ビクトリアシークレットさんこれは下着メーカーとしてもう昔からあるやっぱりこういうモデルを起用します、えー、下は P&G のダブですよねでちょっとぽっちゃりしているいろんなこう人種がいてでもありのままの君が美しいんですよ、まあ、そういうメッセージなんですこれ10年ぐらいダブずっとやってますよねだ要するにそのストックの中にある写真ってなんか嘘くさいんだよねっていうのが大体ほとんどの そのこう批判なんですよいや僕たちは違います。まあ、ありのままをありのままはのってこう歌ってるのかもしれないですねあの新しいそのシニア像なんですけれども、えー、ここからはそのシニア像、えー、65歳定年ではない、えーまあ、実際の実広告で、まあ、ナースって、まあ、化粧品ですねシャーロット・ランプリングを起用したりこちらもあのコスメティックなんですけれども、えー、とジェシカ・ラングですか えー、プラス65のやはり美と健康そのままこうコンシャスにこう、えー、気にしながら生きているそういう,こう生き生きとしたそういうシニアそういうのを、えー、マーケットは求めていると。 えー、さて大体それが今その写真的なトレンドと社会的なトレンド、まあ、その時代時代によってあのゲティもいろんなそのあのテーマがあるんですあの後でちょっとまたお話ししますけれどもでここからは、えー、写真動画の、まあ、クラウドソーシングですね、まあ、ご覧になっているようにフェイスブック YouTube タンブラーフリッカー Vimeo ピントレストインスタグラムこの今カッチっていうこの一種 1> 1秒で,ですね大体あの3,000カットぐらいがそのフェイスブックに写真がアップされているとまあこれ実はちょっとデータが古いんですあの2年ぐらい前のデータなんで今の時代はもっともっとすごい数だと思いますでじゃあそれってどういうその社会的な変化があるのかなっていうのは僕たち思うんですねまあ例えばあのいとこかもしれませんあの子どもかもしれません あちょっとママが作ったかわいいそのサンドイッチがありますじゃあ携帯でパチッとスマートフォンで撮りましたねえねえちょっとパパパパ見て見てでパパはそこでこうこう写真を見るんですよね。これが別にあの日本国内であろうが国外であろうが、まあ、そういう要するにビジュアルのコミュニケーションがこれだけ盛んになっているのが今です。それであるがゆえに一般のの方々のその 写真を見る目これも非常にどどんどん洗練されていると思いますであればゆえにやはりあのなんとなくうそくさいなうそくさいなっていうそういう写真っていうのはやっぱり残っていかないと思うんですよね。でそんなようなやはりその社会的な変化っていうのがあったんであのゲティは2008年からフリッカーっていう、まあ、写真を、まあ、シェアする SNS のサイトと、まあ、協業を始めまして。 え現在あの、あのフリッカーの中にある写真ですね、ゲティであのライセンス販売してます、あの全部が全部じゃないです、まあ、自分が例えばあのフリッカーどういうふうに使っているのかっいったら、なんか親父作家をやりましたよ、じゃあ参加したお父さん、みんなこのフリッカーのこのアドレスに見に来てくださいねみたいな、それが大体フリッカーの写真の99%なんですよね。ただその星の星数ほどある その写真の中で。ちゃんとこう分け入っていくと。非常にその広告として、アピールする写真っていっぱいあるんです。広告どころか、いや。ファインアートフォトギャラリーのショーケースに入れてもいいんじゃないかっていう。そういうような写真があります。それをまあ。僕たちは、まあ。世界中のエディター。アートディレクターなんかが。キュレーションしてるっていうことですね。そのクラウドの中で。広告的な。 ライセンスの意味がある写真というのをキュレーションしています。例えばこれ、これをじゃあ今度の広告で使いますからあの撮りに行ってください。やっぱ撮れないんです。その場にいないと撮れない。神様がくれたこうその非常にこうなんか不思議なその一瞬に立ち会った写真だと思うんですよね。まあそれってやっぱりこのクラウドの中にまああるんです。で、まあフリッカー と一緒にやはり IM というスマートフォンに特化しているサイトがあるんですけどもそこからも私たちはライセンスをしているであと今ご覧になっているのはアップルで「Get、えー、イメージズ・モメント」っていう、まあ、そういうアプリがありまして、えー、ここにかわいいあの、まあ、遊んでいるペットの写真が今。 広告でで必要なんですよって呼びかけるとそのスマートフォンで撮った iPhone で撮った写真が、えー、ゲティの方に届くそれを見てエディターがあこれはライセンスできる写真だな今度は動画だな動画もあるんですね、えー、そう思うものをこのライセンスのプラットフォームに誘導していく これがさっき言いました IM というスマートフォンに特化しているそのフォトシェアリングサイトです。で実際のそのゲティのサイトの中で今、まあ、点数的に言うと10万点ぐらいの点数をこうライセンスしてるんですけどでさっきあの動画の話をちらっとしましたけれどもヴィメオの中にもやはりあの素晴らしい動画いっぱいありますヴィメオともやはりあの協業が始まってるとそういう状態ですね。 えー、そういったその環境の中で、まあ、先ほども言ったやっぱりオーセンティシティって、まあ、これここ10年ぐらい言われてる言葉なんですけどもねそのブランドが普通の一般の,そのオーディエンスとつながるその感情的につながるにはその現実味信頼感そういうものが必要だと思うんですよ。で例えばちょっと日本の広告で、まあ、これがいい例かどうか分かんないですけどね豊田さんがやったこの「 北野さんジャンルの写真ちょっとこうやっぱスナップショーっていうねアプローチなんじゃないかな味の素さんがやったねご飯んをかえっておいてちょっとこうリポータージのなこうそういう,こうドキュメンタリータッチのそういう写真が実広告になっているこれはまあ US の、まあ、IBM ですねオールステイトこれもファイナンスの会社の実広告ですでまあ実際そのゲティのサイトの中にある 今の時代の女子会なのか、まあ、ランチなのか公園のピクニックなのかこの若いお母さんであのよく私あのフォトグラファーの方と休日そのデパートの前でね2時間ぐらいマンワッチをするんですよね今20代の,そのヤングママがどういう格好をしてどういうあの子どもの抱き方をしてるのかどういうパパがどういうバギーをしてるのかまあそれってやっぱり必要なんですよね。 やっぱりその時代時代とその普遍性それを絶えず絶えずいいさじ加減で写真にしていくっててことを心がけてますさっきも言ったちょっとグリッチっていうところで言うとああいうこうなんかバックライトレンズフレアですよねあのちょっと前の,そのテクニカルなことでレンズフレアダメだとかそういう教科書に書いてあるっていうもんじゃないと思います。 えー、さて今までお話してたのが、まあ、非常にそのユーザージェネレーテッドというかあのクラウドの中から写真をこう集めたりその現実味があって信頼がおける、まあ、そういう写真の話を、えー、してきたんですけれども、えー、ここ1年あのゲティの,そのサイトの中にはもう数千万点だかもう星の数ほどある写真を棚置きをちょっといろいろ変えまして。 えー、プレステージっていう、まあ、ひとひと塊を作りましたでそのプレステージの中にはいかにハイエンドアマチュアであろうがプロフェッショナルのフォトグラファーであろうがやはりあの人の心を動かす写真それをこの一塊にしたのがこのプレステージっていう、まあ、そういうあの塊なんです。でここからやっぱりちょっとあのプロフェッショナルフォトグラファーのこの撮影舞台裏みたいなそんなようなお話をさせてください。 えー、この写真、えー、ニューヨークにあるプロダクションのビワスタジオさんという写真を撮りました。で、あの三分ぐらいの、あの、あ、二分半の。あの、ゲッティの A. D. と、そのビワスタジオさんの。クリップがあるんで、ちょっとご覧になってみてください。Hi, 今、ここであのウィリアム・ボンが行ってるんですけどもともとゲティでその共同体、コミュニティそれからフレンドシップ友達それをこう写真にしようよまあそういう呼びかけがあったんですね。で、そのときにあのあのビルが行ったのがこのビアスタジオさんなんです。 ご覧の通りあのビアスタジオさんあのすごいそのスタジオワークに長けていてあの水なんかをこう止める技術あのものすごい卓越したものがありますでビルが言ってたのは色同士って一体どういう友達関係なんだろうねじゃあそこからじゃあどういうものが作れるかねっていう、まあ、インタラクティブの会話の中からご覧になってるような写真ができていったと、まあ、そういう例ですね。 でこういうやはり根底を書いてその何を使うかにしてもやはりこういうゲティのグローバルマーケットなんで日本人であろうがカナダ人であろうがブラジル人であろうがどこの国でも何かつながることができるじゃあフルーツがいいのか。そういうこういこ あ,のあまりその地域に特定されないもの、そういうものを選んだってで、これポス、ポスプロはもうかなりあの大変だったっていう話です、この雫やらなんやらを撮るのに 2, 2週間ぐらいかかったっ、まあ、それはそうですよねで。これはもう先ほど言ってた、そのオーセンティックだとかあの、レンズフレアだとか、それとはまた全然違う、一、まあ、つのクリエイティブの世界だと思いますね。 えーまあ、冒頭もお話しすればよかったんですけどもやはりあのこういうオンラインのプラットフォームであらゆるインダストリーのファイナンスなのかもしれないなんかエネルギーなのかもしれないそれともテクノロジーなのかフードなのかいろんな業種の方々が何かその製品サービスを訴求するためにとなるとこれだけ多様化したそのフィールっていうものをやはりゲティとしてはあの求めている。 えとここからのスライド6枚というのは、えー、と最近ここ12年の、えー、海外のフォトアワードであの受賞した作品とそのちょっとあの裏話をします、えー。フォトグラファーは村田祐介さんという方で、あのーまあ、非常に若くて、あのー、エネルギッシュにあのフットワークよく写真を撮っていらっしゃる方ですね沖縄在住なんですけれども、えー、自分がその昔水球の選手だったんですよね。で,ゲティでよく言うのは 自分が写真以外に何かすごいこう情熱持ってるものあるのそれをやっぱり写真にしようよっていうのはよういのく言いますやっぱりあの水球の実際が分かってないいななととこの写真撮れないと思うんですねで、まあ、やはり村田さんは非常にそのライティングテクニックからあ,のありますんで、えー、何百個ばか撮った中のこの1カットっていうのが昨年のソニーワールド・フォトグラフィー・アワードのスポーツ部門のファーストを受賞しました。 えー、まあだからといってすぐにあのその次の日からアサイメントがどんどん飛び込んでくるともうそういう甘い世界ではないんですけれどもあの卓越したやはり村田さんのあの代表的な写真にはなるんじゃないかなとそういうふうに思います。えー、この写真は U.K. ロンドン在住のマーチンバロードというフォトグラファーですね。彼のプロダクションはでかいです。このレンズの手前に多分10人ぐらいのクルーがいますね。 あのこういう仕事をやはりあのこういうオンラインのライブラリーに預けるんだっていうぐらいの大きなプロダクション大きなその投資をしてまた大きな回収をしているまあこれだけのその,あの情熱と狂気っていう <laughs> 狂気とまで言っていいんですかねに対するそのリスペクトですリスペクトイコールマネーですねそのライセンシングフィーを払ってくれるクライアント、えー、そういうクライアントもゲーティーにはいっぱいいます。 あのまあ、ちょっとここで話すのかどうなんですかね、某、えーえーまあ、アップルさんっていうんですかね、あの6の中にあの埋め込まれているあの紫色のダリアの写真っていうのは、日本人のフォトグラファーが撮った写真なんですけど、これはもう、もうとんでもないやっぱりあのライセンス費がつきますね。あのえー、その中にディフォルトで埋め込まれている20カットぐらいの写真のほとんどはまああの、ゲエティーのシカゴオフィスが。 ライセンシンシグしてるんですけどもこれはあ,のある意味日本で考えられないんですけれどもあのまあ作る過程でとにかくベストのクリエイティブを持ってきてくれとお金は二の次だというまあそういうマーケットもまあ実際に存在するとまあマーチン・バロードのまあこのやる気と情熱っていうのはその辺に向かってるのかもしれないですね。マイケル・さん日本人の方です まあ数年前ですかねあのー、空撮できますかっていうまああのー、お願いをしたんですけどもいやーあのー、なんだ横断ほど横断立橋を渡るのもちょっと怖いぐらいなんだよねと言いながらある日ねえね小林さんすごいの撮ったよ、えー、そういうふうにはして持ってきてくれました、えー、マイケルヒトシさん日没前後のほんの20分ぐらいのこう薄明かりと 人工がちょうどミックスするその時にマフカンで街を撮影するってまあそのやはりあのスタイルにもうどっぷりはまっちゃいまして先日はあのロサンゼルスの空港の上空をあのマフカンで撮ってきたんですね一体あのテロ対策であのすごいセキュリティがある空港の上どうやって飛んだんだって話になるともう1時間ぐらいも話は止まらなくてあるんですけど。あ、で これ PX3 アワードを受賞してます、えー、と他にも IPA= インターナショナルフォトガフィアワードというのを取って去年11月ですか、あのー、アワードのカテゴリー部門のやはりファーストだったんでニューヨークのカーネギーホールで、えー、横にはもう黒い包帯をしている人たちと中であの写真が紹介されてきたと、まあ、そ,うそういう方ですね。 えとこのアドビマックスさんのベスト・オブ・マックスさんの中であのやはり使われているあのイメージカットの赤,いこう赤と緑の流動体あれを撮っているヘンリック・ソレンセンとい、えー、コペンハーゲン、えー、ノルウェーのフォトグラファーです人間彫刻人間彫刻って彼が言うんですねでこの間あの東京で人間彫刻やりたいんだ、えー、そんなことで連絡してきて、まあ、ちょっとあのいろいろ理由があってその東京人間彫刻っていうのは実現できなかったんですけど。 これにしても、やはりあの企業はチームワークとか。バランスとか。そういうコンセプトを訴求するために使える写真だと思いますね。えー、トーマスバービー、ええ、シアトル在住のフォトグラファーです。えー、彼ももう、やはりプロアクションは非常に大きいですね。さっきも言った、このレンズフレアだとか、まあ、この。ダイナミックなバックライトの入り方っていうのは。でも、これはもう、非常にそのダイナミックな写真ですね。 えー、日本でも APA なんか受賞されている、えー、櫻井光雄さんの、えー、PX3 受賞作品ですこのテクニックたりはもう、あのー、かなりあの抜きに出てるテクニックを持ってらっしゃるカンペもあと10分だということをあの後ろで <laughs> あのいただきまして、あのー、非常に多様化しているそのビジュアルをお見せしたんですけどもやはり詰まるところ 広告写真です人の感情を喚起してなんぼだとあのやはりそのクラウドの中からなんで自分の作品がやっぱりそのギザッとこう止まって見られるのかってそういうことをまあしょっちゅうしょっちゅう自分で自問自答してますねでその,あの感動がやはりあの変化をもたらしていくことそれがやはりあの私とその フォトグラファーの目指す方向性なんじゃないかなとそんな風に思ってます。最後ちょっとあのおまけみたいなものなんですけれども、これ面白い表なんです。先ほどあの女性それから家族ビジネスなんかはよくあのゲッティのサイトでその検索されるキーワードだって言ったんですけれども、ここに並んでいるこの上から下までこういう順番ですね。 えー、2012年、えー、16の言語をまたいでそのゲティのサイトの中で一番検索されたコンセプトキーワードですコンセプトキーワードっていうのはやはりあのイメージっていうか概念的なものですね、えー、100位はまあ安全です悲しみ不思議リフレクションまあ100位からこう、えー、一番トップで検索されたキーワードっていうのは愛なんですよね なんと、この惑星は愛にこう飢えているのかという、まあ、そういう結果だと思うんですけど、まあ、やはりあの広告というのは、その人をこう幸せにしてなんぼだと思うんですね。で、その自然、幸せ、技術革新、成功。じゃあ、そのコンセプトをどういうパズルを使ったら写真に定着できるかなっていうような考え方もできると思うんです。 じゃあ例えばこのラブの中にどういうゲッティ理由のラブがあるのかっていうのがこれですねえ突然なんかものすごい写真が出てきましたあの先ほど言ったそのダイバーシティっていうその多様性ですねあのゲッティ本社としては LGBT コミュニティに対して普通に私たちはその LGBT をサポートします その,ブ,あのブランドとしてその写真が欲しいんだったらぜひゲティに来てくださいそういうようなメッセージをやはり出していますね、まあ、日本の社会っていうのがやはりその辺がちょっと地域性っていうのがあるのかもしれないですね、まあ、あのテレビタレントの世界なのか、まあ、やはり広告画っていうのはちょっとなかなかです、ね、まあこれがその「ラブ」で検索される。 写真の数々です、えー、この中にもやはりあの何気なくあの日本の作家の方が,方がアップしている渡辺博さん、えーまあ、非常にあのこういうコン,ポジコンポジットが好きな方なんですけども、えー、この写真なんかいい写真ですね。これも渡辺さんの写真ですね。 えー、さてあのそんなわけでちょっと駆け足であまりにもこうなんか大量にこう大きなことをこうしゃべろうと思って、まあ昨日の夜からなんか何をしゃべろうかなと思っていろいろ頭の中がこうぐらぐらしてたんですけども、えー、そのほかにゲティで、まあ、ちょっと読みにくいんですけどね「あのー、ビジュアルのインサイト、まあ、その直感に向けて」ということで「えー グーグルで検索していただければもうすぐに出るそういうサイトですあのページですので,でこの中に今あのお話した POV ポイント・オブ・ビューの話もあります、えーまあ、スーパーセンサリーの話もあります、えー、そこから、えー、これが全部あのローカライズできていたら本当にあの Adobe さんとかあの MS さんと同じぐらいのこう会社なのかなと思うんですけれども、えー、まあぜひ。 あの英語のアレルギーがない方、写真です。写真というのは非常にあのグローバルのランゲージです。あの一緒にちょっと見てみてください。何かご質問とかありますでしょうか。とまあこういう会場で聞いてもなかなかパッと手は挙がらないですね。あのまあこの辺にうろうろしてますんで、あのまた何かの追加でご質問とかがあったら。 あのお立ち寄りください。じゃ、今日はご清聴ありがとうございました。